みにしててね。じゃあ行ってきます。最初はちょっと周りが年上で遠慮している感じがあったんですけど、まあ、慣れてくるととても笑顔が可愛らしい子だなと思いました。震えましたね。付き合って4年半経ったメグの誕生日に、4年半前メグに告白された相鉄線の横浜の改札前と同じ場所でプロポーズしました。結婚しますか？って言いました。震えましたね。昨年の12月から一緒に住んでるんですけど、仕事帰りに手羽先食べたいなと思ってお土産に買って帰ったら、全く同じ日にメグも手羽先を買って帰ってきて、家で歌を口ずさんだら、今メグも同じ歌頭の中で歌ってたって言われた時に、同じようなことを考えてるんだなと思って好きだなって思いました。一つだけあります。今からそれをやります。